9月15日、竹上市長は9月の定例記者会見を開き新型コロナワクチンの接種状況やワクワク松坂検定の開催など合わせて4項目を発表しました、えー、まずは新型コロナウイルスワクチンの接種状況について説明しました、えー、市内のワクチン接種の状況は9月13日までで全人口16万1998人のうち 一回目の接種を受けた方は92,853人で57.3%二回目の接種を受けた方は76,191人で47%となりほぼ半数の方が接種を受けたことを発表しました10月中旬以降なら若干の空きがあり一回目の接種が受けられることも説明しました 次に令和3年10月1日から「松坂を見てみて当てよう」「ワクワク松坂検定2」「初級3観光編」「初級4グルメ編」を開催することを発表しました検定は市の観光インフォメーションサイト「ワクワク松坂内」にある情報から答えられるクイズに回答すると正解者の中から松坂にゆかりのある商品が抽選で30人に当たります。 次に雑紙回収袋の配布について説明しました、ね、この回収袋は雑紙が資源物であることを認識してもらい正しいごみ出しを行ってもらおうと配布します配布場所は松坂市リサイクルセンター三雲リサイクルセンター松坂市クリーンセンターで10月1日から配布されなくなり次第終了となります このほか会見ではご覧の項目を発表しました。は,はい。記者会見の発言用紙は後日松阪市ホームページの市長の部屋に掲載します。